私は会社の社長をやっております。会社の社長というのは、えー、みんないる中で、えー、一番、えー、方向性、会社の方向性を考える位置にいます。それから人のこととお金のことも考えます。責任のある立場ですけど、そういう意味ではとてもやりがいがある仕事です。で、ビジネスの世界というのは、 ものすごく幅広いんですね。音楽のビジネスもあれば、スポーツのビジネスもあれば。ただ、ビジネスというのは、私からすると、一つの目標に、いろんな人を誘って、方向を定めて、そこの方向に行くという組織。そういうものがあるんだと思います。したがって、ビジネスの世界というのは、いろんな業界のお仕事もできますし、それから、 あの、一生懸命いろんな人たちを賛同して、自分の持っている方向に、えー、みんなにも協力してもらって、えー、歩むということもできます。ただ、ビジネスの場合は、やはりお金を生まなきゃいけないということがあります。というのは、みんな働いている人たちにもちゃんとお給料を払わなきゃいけないので、それは簡単なことじゃないです。従って、 ビジネスというのは自分の目標に対して素直に進められますけど責任もあるところだということを理解してください。